えっと、それでは、えー、私が言った後に繰り返し言ってくださいね。例えば、bird って言ったら bird。それから、鳥って言ったら鳥。っていうふうに繰り返してくれればいいです、えー。簡単な単語とか熟語なので、そうですね。受験生の方は、あの、いろんなケアリスミスをしないようにするための訓練。リスニングの訓練ね。そして、えー まあ中間テストなんかを控えている学生さんは、英作文の訓練。そして、小さなお子さんは新しい単語を覚えるという感じでえまあやっていきましょう。じゃあ、繰り返し言ってね。Last weekend. 先週末。そう、そういう感じね。快楽園パーク 快楽園公園。あ、楽園は快楽園か。公園いらないね。快楽園。beautiful. 美しい。my favorite place. 私の大好きな場所。ここに字は出ませんから。<laughs> 字は出ないので、えー、まあ、とりあえず、えー、この可愛い鳥ちゃん、ガラスの鳥ちゃんを見ながら言ってくださいね。this morning. 今朝。 cool, かっこいい。supermarket, ス,スーパーマーケット。then, それじゃあ。some more, もう少し。your help, あなたの手伝い。mom, ママ。on the desk, 机の上。 Go together. 一緒に行く。Why was he sad? 彼は何で悲しかったんですか ?Finish my homework first. 宿題を先に終えるよ。You and I are going together. 一緒に行きます。 Who will she go to the concert with? 彼女は誰と一緒にコンサートに行きますか ?Wait until dinner time. 夕食まで待ちます。What will you do today? 今日何するのプロジェクト計画 Problem 問題 A new watch 新しい腕時計 I should study for three hours 私は3時間勉強しなければいけません How many friends are you going to invite? 何人の友達を招待するつもり ?In the future, 将来 .All Thursday and Friday. 木曜と金曜どちらもずっと。Last Sunday, この前の日曜日。I like it the most. 私はそれが一番好きです。I asked my もういいね、ね。I asked my sister to bring her umbrella. 私はお姉さんにん傘を持ってきてくれるように頼みました。 She doesn't eat meat. 彼女はお肉は食べません。On Friday, 金曜日に、stay home. 家にいる。